時金秋保、時金秋保、11月22日から1962年1月21日は、内務官僚、福岡市長、岡山市長、玉野市長。岡山県奥郡長浜村に、時金総二郎の長男として生まれた。1907年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。同年に高等文官試験に合格し、翌年に、 岩手県事務官に任じられた。その後、徳島県事務官、警察部長、愛媛県警察部長、島根県警察部長、茨城県内務部長を歴任した。1919年、朝鮮総督府中世南道知事に転じ朝鮮総督府監察官を経て、1923年に、軽機道知事に任じられた。1926年に、福岡市長に選出され、 5年間在任した。在任中の1927年には、東亜官業博覧会が開催された。退任後は、経常日報、毎日新報、ソウルプレス各社社長を務めた。1938年に、岡山市長に選出され、2年間在任した。その後、1942年には、玉野市長に選出された。戦後は、公職追放となり、 瀬戸内海観光株式会社取締役、終日学園長を務めたほか、1952年から1956年まで、玉野市教育委員長を務めた。ありがとうございます。